やばいよね。やばい。腰のね。敬語じゃなくていいよ、普段取りで。いつも通り俺が罵声を浴びてて。やっていきます。こっちなんか痛いとか気持ちいいの、でも。肩の凝りやすい。ここ。あ、ここ？ここめちゃくちゃ効いてる。頭痛とかは？あ、ない。それない。うん。
したらこうなるもんね、うん、そうだね、うんうん、まあ気が一番の肩こりの原因にはなりやすいね、うん、ちょっとこう神経がこう腕に神経通ってるんで、うんうん、伸びるでしょ、これ。うん、めっちゃ伸びる。きつすぎない？大丈夫？うん、きついときはいいんじゃなく。はい。少し下を向き。これやばいよね。やばい。ここでこう、押さえちゃってるか。これの部分、反対もやるか。はい。あれがきつい。少し緩めるね。はい。いいか。息吐きながら。ラスト。髪の毛引っかかってないかな。大丈夫。うん、よし。顎引いて、うん、そうそうそう、この辺マッサージされてもすごい好きなんです。この首筋ね、うん、ちょっとこの後しっかりやっていきます、うん、気持ちいい。こっち前に行った方がいい。体もちょっと背中丸めちゃっていい。
これはどうかな、うん、痛気持ちいい。このままね、ぐーっと自分で上を。お。うん。反対の手で引っ張って上、そうそう。ああ。かわいい。うん。したら言ってください。これいる？ああ、ほぼいる、絶対。腰のね。腰。この辺よりこっちの方かな。うん、今ピカチュウはあのヘッドマッサージのこれがここに置いてある。これ気持ちいいかね。
うん、首も気持ちいい。コートちょっとくすぐってるのかな。
すごい。パンか。ここもちょっと。めっちゃ聞いてる。ここね。ここ。指をこくっと中に入れる感じ。どうだった？気持ちよかった？気持ちよかったね。少しスッキリした。スッキリした。オッケー。